後藤牧田から1930年3月25日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の教育者。理科教育の先駆者で、思考教育の開拓者と呼ばれる、三河国宝半軍出身。1868年に、慶応義塾に入学。翌年、下谷愛学校に勤めたが、ほどなく、 慶応義塾に戻って、勉学を続け、後には義塾の教員も務めた。1877年に東京市範学校雇い教師、ついで同校訓導となり、1881年には教諭に就任。物理学の著書を多く執筆しており、1885年には弟子であり当時群馬県市範学校の教諭であった滝沢菊太郎。 篠田俊秀柳生康市生と共に、簡易機械を用いた実験を中心とする教科書、小学校生徒用物理書を出版した。1887年から、イギリス、スウェーデンに派遣され、帰国後は、高等市範学校教授となり、1914年7月に、体幹市東京高等市範学校名誉教授となった、後も、没するまで講師として同行に勤務した。 明治16年の大日本教育会結成より会員として参加し、大日本教育会、帝国教育会で32年間評議員を務め、名誉会員となる。また辻真嗣、湯本武彦、高津久麻三郎などと共に、原文一致会を結成。帝国教育会の国事会寮部の、ローマ辞書片取調べ委員の筆頭として、小西新八と共に、 国事改良に携わり、かなの加えの有力者として活動した。明治38年慶応義塾評議員となる。ありがとうございます。